はいどうも、コードです。今回ですけども、今回はこちら、吉野家のポケモンコラボのフィギュアですね。こちらは、12月19日からやっている、吉野家のコラボなんですけども、だいたい6種類のポケモンがね、ラインナップされてていて、ポケモリのセットっていうものを買うと、まあ、ハッピーセットみたいにおもちゃっていうかフィギュアが1種類ついてくるんですね。今回は、リザードン、グラードン、トリトドンが、2種類、それから、ヤドンとウツドンですね。これはまあ名前を見て分かる通り、まあ、ドンのつくポケモンがラインナップされています。まあ、それで僕は今回2つ買ってきて、まあ、1つはもう開けてしまったんですけど、その1つはこちらでした。リザードンでした。大きさはだいたい消しゴムぐらいの大きさなんですね。というわけで今回は、もう一つあるんで、こちらの方をね開けていきたいと思います。まあ、狙うのは、まあ、個人的に、まあ、好きなポケモンっつったらやっぱりグラードンとかかっこいいんで好きなんですけど、やっぱりねなかなかこういう商品化とかしない、まあ、トリトドンですかね。トリトドンが、まあ、個人的には欲しいかなと思ってます。まあね、まあ、とりあえずかぶんなきゃ、このリザードンがかぶんなきゃ何でもいいって感じですね。とりあえず開けてみましょう。だいたい500円ぐらいのセットで、まあどう、いやちょっと見えてしまいました。なんとリザードンです。いやかぶりました。マジか、6種類あるんで、もしかしたらと思って。いや、トリトドン2種類もいるんですけどね、まさかのリザードン2つかぶりました。いや、同じ店舗で同時に買ったんで、まあかぶんないとは思ったんですけど、かぶりましたね。あとは中身は説明書です。ここにね、オリジナルフィギュアが第1弾って書いてあるんで、いやもしかしたら第2弾もね来るかもしんないんで、その時はおそらくシビルドンとかドンカラスとかドンメルとか、そういったドンがつくポケモンがラインナップされるのではないかなと思ってます。はい、というわけで、吉野家コラボのポケモンフィギュアを開けてみました。結果はね、リザードン2体っていう、あまり、いや動画的には面白いんですけど、個人的には何も面白くない結果となってしまいました。はい、というわけで、いつかねまたリベンジするか第2弾を待つかしたいと思います。というわけで、コードでした。チャンネル登録、高評価お願いします。それではさようなら。